どうも、河野です。今日ですね、実は写真集買いまして、いやらしい本じゃないんですけどね、タイトルがちょっといかがわしいんですが、「切断ヴィーナス」。要は、この写真にあるように、モデルさんは全て、義足を、両足義足の方いらっしゃらないんですけど、片足義足、片足を何らかの理由で、事故とか、持病が関係してとかいう形で、足を失った方が、義足をつけてない状態で、もうこのモデルさんになられている方は、もう一般の方からですね、アーティストとして活躍されている方など、モデルさんにされてます。で、これを知ったのはですね、東京のお台場の方ですか、に、未来館っていう、国立の科学館ありますよね。そこのですね、ユーストリーム配信で、この、技師、装具師の方の話がこうライブ中継であってて、でそこに、そういう、その義足の、そのちょうどパラリンピックの後だったかな、パラリンピック終わって直後に、どっちだっけ、ソチか、あった時に、そういう装具、競技用の装具を作ってる、研究してる、教授と、でそういう人たちをこうカメラにで撮ってるカメラマンと、であとその装具自身ですね、こういうのをね、作ってる専門の技術者として作ってる方との講演会があって、でそれをたまたま見て、でこういう本が出るよというのを知ったんで買ってみました。もういやらしさもなく、でそしてその、なんちゅうんですかね、変な話、そういう情け的な部分も一切ないです。可愛らしく、綺麗に、美しく撮れてる写真たちですね。もうちょっと、中身ちょっと見せられないんですけど、裏表紙にある、こういう写真もあったんですけどね、こういう裏表紙にあるような。綺麗です。皆さんこう、自分のもう足として、体の一部としてそれを身につけてらっしゃるので、とてもそのつけてる姿が自然でですね、違和感ないんですね。でまたかっこいいし綺麗なんですよ。自分の場合、そういうパラリンピックで見てるの、何を楽しみにしてるかって言ったら、こういうものを見たくて、競技を見てたっていうところもあるので、そういうちょっと変態チックな ところで見てたところもある。そういうとこから見ても綺麗でしたね。 でかっこいいです。ちょっと写真集なんで、一般の本よりもやっぱりちょっと値段張るんですけど、定価で2200円、するんですが、もしこういうもの、別にその悲観するわけでも何でもないんです。本当に興味があって、興味があ、そうですね、初めは興味があっての方がいいでしょう。興味があって見てみたいなっていう方はぜひ、いかがでしょうか。あと、この、カメラマンの方が、なぜこれを撮るようになったのかっていう経緯は、このカメラマンのですね、ホームページ上に記載がありましたんで、ちょっとそちらをですね、下のリンクに貼っときます。詳しいことはそちらで見ていただいて。では。